はい、どうも一般人でーす。ですね、今回はね、ワンオールで、あのね、なんかバッテリーのランプがついちゃったっていう車のね、あの修理をやってみたいと思います。多分ね、ダイナモだと思うんですが、ちょっとね、現象見てみましょう。なんだろう。こっち側ですね。はい、こっち、このようにね、バッテリーランプがあのつきっぱなしなんですよね。普通エンジンかけるとここね、消えるんですが、これがね、つきっぱなしなんですよね。というわけでちょっとね、あのボルトの方一応測ってみましょう。はい、まずはね、これで測ります。これをまずボルトにね合わせます。直流ですね。で、そしたらあのこっちのね、プラスとマイナスのあの配線があります。これをあのここにね挿していきます。ここね、マイナスここで切るという感じかな。で、こっちプラスね、これでこういう感じで刺します。だいたいね、今ね少し充電しておいたんですけど、あ、ダメだね。あの通常ね、これ 13.4 とかだいたいそれぐらいはないとね、多分ダメだと思うんですよね、充電するときは。なんでちょっとね、バッテリー全然多分充電してないですね、この状況だと。多分バッテリーそのまんまの、ボルトになってます。というわけでね、あのダイナモの方、充電器の方をね見てみましょう。はい、というわけでね、これね、ダイナモここにあります。でね、一応ねベルトはね回っ、まあちゃんとついてますね。ベルトはベルトがね切れてるっていう可能性もあるんですが、もうベルトはね、この車の場合は切れてないんで、完全にねこのダイナモがねダメになってるようです。というわけでね、こっちのダイナモの方を、交換していきましょう。これ結構めんどくさそうだな。はい、どうも一般人でーす。さっきね、ダイナモがダメな、ワンオアリあったんですけど、なんとね、これちょっといろいろネットで調べてたんですよ。そしたらね、あの足回りをね、全部バラしてドライブシャフトをね、引っこ抜かないとダイナモがね、交換できないということがね、ちょっと判明しました。というわけでちょっとね、これからね、あのダイナモの方を交換始めたいと思います。いや、めんどくさいね、最近のやつは。昔は簡単だったんだよな、ね、嫌な予感してたんですよね。この隙間が少ないから、上からはねやっぱ取れないですよね。なんかこっちのルートから外すっていうのもね、なんかあるみたいなのあるみたいなんですけど、そっちはそっちでまたねちょっと大変そうな感じです。まずはタイヤ外します。このね、ドライブシャフト外すんで、このね、ナックルとか、このあたり外します。ブレーキ、キャリパーとかね。はい、一応ね、これ、タイロッドエンド、こうやって外します。こうやってね、下から叩くとね、外れます。ハンマーで。ほら、もう一回か。もう一回かな。片手無理だね。ちょっと両手でやります。はい、じゃあね、今、叩いて外しました。これね、あとこれ抜くとね、外れます。これを抜いて、これをね、ポコッと外します。はい。まあ、ここね、ブーツ破けてたら交換しましょう。そして次ね、ロアアームの下側、まあ、下は外さなくても大丈夫だね。この上2本外せばね、ナックルアームが取れると思います。ブレーキもね、ちょっと外しました。じゃあね、このように、ドライブシャフトのね、ロックナット外して、ここね、さっき外しました。そしたらね、これプラプラになります。そうすればね、ドライブシャフトは外れてくるんで、これね、中に押し込んで、引っこ抜きましょう。じゃあね、こういう感じで隙間がね、ある程度ね、これ下げればできたね。これ、多分ね、ドライブシャフト外さなくてもギリギリね、引っこ抜けんじゃねえかってことでね、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。まあ、とりあえずね、こっちのカバーは外しちゃいます、先に。で、なんとかこの隙間をね、通して外れれば OK なんでね、ダイナモが。じゃあ、ダイナモを外していきましょう。じゃあね、これでこのクリップね、外したんで外れます。引っこ抜けば、このように外れてきます。まあ、ついてる位置はね、こういう感じについてます。はい、じゃあ見えてきましたね。これがね、ダイナモです。これをね、これを外します。とりあえず、まあ、ベルトが張ってあるんでね、ベルトをまず緩めます。はい、じゃあまずね、この下のボルトをね、緩めます。ほら、こういう感じで。まあ2、3回、まあどっちにしろね、交換するとき外すようなんだけど、一応
まあ、ベルト外すのはね、2、3回で緩むと。これであと上もね、外します。外すっていうか緩めます。はい。で、あとね、まあいつものことなんですが、ダイナもね、交換する場合、プラス B 端子っていうのを外すんで、その時ね、ショートするんで、マイナスはね、外しておきましょう。こうすればね、ショートしないんで、これから作業を始めます。とりあえずね、まずはね、この上のボルトを緩めて、外します。このね、上側、これ見えますかね、このボルト。待ってね。指さすと、まあ、このボルトですね。このボルトを外し、このボルト外して、調整をね、裏側からね、ネジがこう来てるのがね、調整なんで、それを緩めて、ベルトを外します。はい、じゃあね、このように、ちょっとね、今緩めました。こっちのね、こっち側から、裏からついてる、この長いボルトをね、緩めると、調整もね、緩んでくるんで、これで、ベルトが取れます。はい、そしたらね、こういう感じで、ベルトを外します。ちなみに、エアコンベルトは、めんどくさいんで、外さなくても大丈夫です。今回交換するのはね、あくまでもこのダイナモということなんで、でベルトも、まあまあ、大丈夫なんで、ベルトも再利用します。あんまりね、お金かけられないんで。一応ね、お金かける方は、ベルトね、ひびとか割れてたら交換してください。まあ、これはまだね、多分交換してそんなに経ってないやつなんで、再利用します。そしたらね、ここと、このね、上のボルト、これね、2本外して、あと上のね、取り付けてるとこもね、外します。あ、その前にカプラーとか抜いちゃいますかね。端子とか抜いちゃいます。はい、これがね、ダイナモの上についてるね、調整のネジです。こういう感じでね、ついてます。これは外しておきます。で、あと下もね、外していきましょう。で、ここまで来たら、ダイナモをね、向こうにずらすと、上側にね、コネクタが見えてくるんで、それ外します。はい、そしたらね、ここに、B 端子がついてます。ここのゴムのカバーですね。このゴムのカバー、見えますかね、この棒で刺した。このゴムのカバーを外して B 端子を外します。一応ね、ゴム外すと、このようにね、10ミリのナットでついてるんで、これ外します。はい、じゃあね、これで、取れました。というわけで、まあ、プラス、まあ、マイナ、なんだ、プラス端、B 端子これはね、B 端子これ外れましたね。あと、カプラーがね、ついてるんで、このカプラーね、上側にちょっと見えにくいですが、爪があるんですよ。その爪をね、こう押しながら引っこ抜きます。はい、じゃあね、ちょっと下から見てるんですが、とりあえずね、こういう感じで、コネクタ外れました。まあ、ここのね、爪こう押しながら引っこ抜けば抜けます。したらね、これ外します。はい、で、そしたらね、この、オルタネーターっていうかダイナモの支点のね、このボルトを、まあ、こういう風に緩めて外していきます。ほら、ほら。結構長いです。外したらまた取ります。なんとね、これ、ここの方としたら、こっちのね、ボディの方にね、当たっちゃうんですよね。というわけなんで、多分ね、こっちの下もね、外すようかもしれない。両方、台座ごと。はい。まさかのね、この台座をね、こことここ外して、この台座をね、外さないと取れないみたいです。というわけで、これね、3本で、向こうからも1本止まってたんで、合計3本でね、ついてます。これも外しましょう。さっきね、台座、とりあえず外したら、もうね、早速ね、外れてきましたね。これで、あとはね、なんとか、引っこ抜けんのかな、これ。ちょっとわかんないな。この隙間がね、合うかどうかわかんないんで、ちょっとね、とりあえずやってみましょう。どうだろうね。ちょっとこの台座がまず外れないと無理っぽいな。ちょっとやってみます。さらにね、なんか黄色いね、クリップ、配線止めかな?これもついてるんでね、これもね、外さないとダメだね。結構ね、めんどくさいところについてます。なんか変なとこついてんな。